梅村君。日本共産党の梅村彩子です。今日は区画整理事業並びに地方財政について伺いたいと思います。住民合意があり、住民の皆さんがなるべく早くと願っている区画整理事業にもかかわらず、30年、35年といった大変長い時間がかかる場合が生まれております。四半世紀にもわたる長期化によって住民と地域に与える影響を深刻に受け止めていただきたいと思います。私の地元の埼玉県蕨市の錦町土地区画整理事業ですけれども、1983年に事業認可を受け、86年から家屋移転が始まり、すでに33年です。膨大な事業のため一気に進めることができませんが、この間一般会計からの繰り入れを増やすなど努力が行われ、道路整備も進んでまいりました。それでも2016年3月末現在の進捗率は移転棟数ベースで 59.7%、 近年の家屋移転は年あたり20棟程度にとどまり、残り619棟の移転完了まで30年以上を要する事態となっています。先日その地域を訪ねてみました。子どもが中学生になり、子ども部屋を欲しいのに増改築ができない、身体的にも家計的にも精神的にももう限界だ、うちの地域は最後の最後になりそう、30年後とは考えられない、この中途半端のまま死んでいくしかないのか、まあ、こういう声が出されております。さらに問題なのは、近所の家が古くなり倒れてくるのではないかと心配、行き止まりの道で消防車が入ってこれないのは不安だなど、地域の防災の観点からの不安も増えていることが特徴だと感じました。そこで国交省に伺いますが、このような住民の皆さんの長期化に伴う声はもちろん認識してらっしゃるということでよろしいのでしょうか。国土交通省清水大臣官房技術審議官。土地区画整理事業についてお答えいたします。土地区画整理事業は公共施設の整備改善と、それから宅地の利用増進、利便性の向上を図る、事業でございまして、地域における生活環境の改善や、利便性の向上、地域の活性化等に寄与するものと認識しております。ただこのような住民の皆様の願いに対しましてですね、時間がかかりすぎてしまいまして、ということは非常に大変なこと、大変残念なことでございまして、事業が遅れることにより事業の効果が早期に出せないと、地域のニーズに応えられないということ、そういうふうな影響があると考えております。また併せて、土地区画整理事業は建物の移転や、道路等の工事を伴うものでございますので、事業が長引くことにより住民の皆様の、普段の生活等、そういったものにもですね、影響が及ぶものと、考えております。従いまして国土交通省といたしましても、可能な限り早く土地区画整理事業を進めていくということは、非常に住民の皆様の生活にとっても大切なことだと考えております。梅村彩子君。今後さらに30年40年と長引かせてはならないという立場に立つということでよろしいでしょうか。確認させていただきたいと思います。清水技術審議官。お話をございましたように、土地区画整理事業ですね、住民の皆様のために、できるだけ早く、これを進めていくことが非常に重要だと考えておりますので、もう本当1年でも2年でも縮めていけるようにですね、これ努力してまいりたいと考えております。梅村彩子君。はい、ところがこの数年ですね、その進捗率が非常に落ちていると、ペースが落ちているという不安の声、現状の声を聞いているんですけれども、その要因はどこにあるのでしょうか。清水大臣官房技術審議官。いたします。土地区画整理事業、現在社会資本整備総合交付金という、仕組みでですね、国から支援をしてございます。この制度は、地方公共団体にとって自由度が高く創意工夫を生かせる制度として、平成22年度に創設されたものでございますけれども、
この社会資本整備総合金、平成22年度からの2カ年、まあ、かなり減少いたしました後ですね、まあ、現在のところは予算額がほぼ横ばいで、推移しております。ですから、あの、国政に対します予算もそのような流れでございますけれども、その中で、中心市街地の活性化とか、あるいは公共施設の、公共交通の充実とか、景観とか観光への取り組み等、まあ、地域のニーズが、まあ、様々に多様化致しておりまして、全国的に非常に要望が増加しております。そういったことから、現在地方公共団体からの要望すべてにはお答えできていない状況にございます。上村彩子君。はい、あの、横ばいと要望が高いということですけれども、だからといって、この区画整理事業がもう20年、30年、40年と待っているわけですから、やはり、その進捗が私は遅れてはいけない、もし足りないんであればやっぱり確保しなければ、その住民の皆さんの人生やそして地域の防災との関係でももう一歩も引けない状況にあるという認識にぜひ、あの、立っていただきたいというふうに思います。同時に、あの、横ばいということでしたけれども、私が、あの、いくつか、あの、話を伺った地元の自治体では、むしろこの交付率っていうのがですね、額も率も下がっているという悲鳴を上げている自治体が大変たくさんありました。例えば、あの、地元の蕨市なんですけども、この交付金は2010年度1億6000万円だったのが、2013年度には1億2200万円、2014年度には1億円、そして2015年度にはついに1億円を切ってですね、9352万円、およそ4割の減少になってきているわけですね。そして交付率で見てみましても、2010年度は 90.3% だったのが、2015年度には 32.7% まで落ち込んでいます。それは要求金額が高くなったというような、事前のレクチャーでもありましたけれども、まあ、若干高くなっているかもしれませんけれども、ただ実際の交付金そのものがですね、もう1億円を切っているという状況です。それでその結果、移転の戸数ですね、25個の、予定が6個縮小して19と、で、例えばお隣の川口市なんかでも、里土地区画整理事業については、あの、合併前の鳩ヶ谷市時代、国が、県の、補助金が減らされてきたことが、まあ、大きな問題となって、その遅れの要因だということが議会でも問題になっておりました。また今回、あの、さいたま市の区画整理事業も調べさせていただいたんですけれども、2010年、総事業費の 20.7% あった国費がですね、2014年度には 15.7% ということで、約 5% やっぱり事業費が、あの、減ってきているわけです。ですから、横ばいというようなことをおっしゃいましたけれども、もう待ちに待って待っている、で、特に目新しい重点施策については、今回の交付金が投入されているのかもしれませんけれども、系統的に長年、コツコツとやってきた事業こそですね、なかなか交付金が回ってないということが、私は実際には、あの、あるんではないかなと、あの、いうふうに思います。それで、あの、全国市長会からも、こういう地方の計画的な、事業執行に支障をきたすことのないよう、社会資本整備交付金については十分な予算を確保し適切に配分するような提言が出されているかというふうに思います。それで予算の限界があるというふうに言わずにですね、やはり例えばリニア新幹線などはいろんな議論がありますけれども、約9兆円も予算がつけられていくということですので、やはりそういう、あの、大型公共事業ではなくって、やはり密着型の毎日の皆さんの暮らしに関わるものについてはですね、本当に予算を確保して、この予算のパイを増やしてですね、もうあと20年、30年も待てなんていうことを、住民の皆さんには言わないでほしいということをお願いしたいと思いますけれども、その点いかがでしょうか。清水大臣官房技術審議官。あの、先ほども少し触れさせていただきましたけれども、現在都市整備に関しましては、中心市街地の活性化とか、
それから公共交通ですね、例えば鉄道駅をきれいにしたいとか、あるいはバス路線をですね、スムーズにしたいとか、そういったこと、あるいは景観とか観光のためにですね、そういった取り組みをしたいとか、さまざまなニーズが増えておりまして、それまあ全体のニーズに対応するために、それぞれの各事業におきましては交付する額がですね、下がっているということで、地方公共団体の皆さんの要望からは、にはお答えできていない状況があるのではないかと思っております。ただ、先ほどから ご指摘していただいておりますようにですね、この土地価格整理事業が、住民の方の生活に密着した非常に重要な事業であることは認識いたしておりまして、我々もですね、こういう重点的にやるべき事業ということの把握に加えましてですね、住民の皆様が、どのような生活の上でお困りになっているか、あるいはどのようなニーズをお持ちになっているか、そういったこともよく、自治体の皆様とともに把握いたしまして、その予算等につきましてもですね、そういったところに十分応援していけるように、そういうような工夫もしてまいりたいと考えております。梅村彩子君。実際にこの長期化している問題については国交省としてはいろいろ現地に行って調べたりだとか対応とか実際にどんなふうにされているのでしょうか。清水大臣官房技術審議官。なかなか全国たくさん箇所ございますので直接行くというのはなかなか難しいですけれども、自治体の皆様から、よくお話を伺って、把握に努めております。残念ながらですね、この、わらびの件につきましてもですね、そういった努力が足りなかったのではないかと思っておりますので、今後市の皆様、そういった方からもですね、実情調を、お伺いいたしまして、できるだけ、住民の方のニーズ、それから生活の影響等が、少なくなるようにですね、我々の方もその支援を、工夫していければと考えております。梅村彩子君。これは私の地元だけが良くなればいいとかということで質問しているわけではありませんけども、努力が足りなかったということを今この場でおっしゃっていただいたわけですから、ぜひこんなに要求額に対して交付率だとか金額ももう1億円を切っているという、もう急激な予算の削減になっているわけですから、ぜひ改善を求めたいと思いますし、こういうことで悩んでいる自治体はもうたくさんあると思いますので、ぜひ実態を調べていただいて改善を図っていただきたいというふうに思います。それでこの点は地方財政にとっても大変重要な問題になっているというふうに思います。全国市長会からも提言がありますし、先ほどご紹介したように川口市、元鳩ヶ谷ですけども区画整理事業に約4割を一般財源から繰り入れてやってきた。わらびでも1億減ったわけですけども、その分をまるまる一般財源から出して補填をして住民の皆さんに影響が出ないようにしてきていると。そしてある自治体の担当者の方に聞いたんですけども、事業計画延長の際に国からは早く進めるようにというふうに指摘をされるとにもかかわらず、進捗を早めるにも見合う交付金がないと、市の財政も楽ではない、そしてこの事業が長引けば長引くほど工事にかかる費用はともかく人件費や土地や道路などの維持管理費なども余計かかっていってしまうわけで、やはりこういうやり方をしていればですね、市の財政もこのままでは立ち行かなくなるという悲鳴がもう上がり始めてきているのではないかなというふうに思います。ですので地方財政のあり方との関係でもぜひ総務大臣の方からもここの点での改善をですね図っていただきたいなというふうに思いますけども、区画整理事業が大変長期化して四半世紀にもなっているという問題、まちづくりの問題、そして地方財政との関係でのご認識をぜひ最後伺いたいと思います。高市総務大臣。一般的に申し上げましたら、地元の合意形成が必要な事業というものについては、その合意形成がなされた際には、やはり地方団体ができる限り事業を速やかに実施することができるように、国庫補助負担金などの予算が適切に確保されるということが望ましいと思います。今、委員がご指摘のようなケースでは、一人お一人 の住民の方々のもう人生にかかるような状況が生じているということですので、ご質問 の土地区画整理事業につきましても、やはりそういったさまざまな現場のニーズをしっかりと踏まえて、まずは国土交通省において、社会資本整備総合交付金の所要額をしっかり確保していただくということが望ましいと考えております。総務省としましては、この国庫補助負担金に伴う
地方負担につきましては適切に地方財政措置を講じることで地方団体の財政運営や事業の進捗に支障を生じることがないように対応をしてまいります。梅村彩子君。もう30年40年と長引かせてはならないとの立場で抜本的な交付金の拡充改善を求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。